はい、おはようございます。ジョイゼロさんです。今日はですね、福岡で行われる福岡モーターサイクルフェスティバルに行きたいと思います。ただまあそれだけじゃなくてですね、そのついでにですね、熊本、福岡、佐賀の珍宝巡りも、していきたいと思います。まずはですね、山鹿にある不動岩の方に行きたいと思います。おー、すげえすげえ。へー、あ、これかこれかこれかこれ、これ右方向ですって言いましたね。お、へえ、こんなとこにため池。ああ、見た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 。ああ、ちょっと、あ、木がないとこがありゃいいんだけど。あそこ大丈夫そうですね。はい、あそこ見えてます。あれが不動岩ですね。なんか地元の方には、チンポ岩とかマラ岩とか言われてるらしいですけれども、ちょっとあそこまで行きます。これなんだろう、九州自然歩道っていうところなんですね。神社があるわ。右方向って、え、これこれか。え、マジで、ただの農道にしか見えねえんだけど。ちょっと待って、思っちゃった。まあちょっとナビに従いましょう。農道ですよ。うわ、ちょっと砂利がいや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 、よいしょ。あ、見えなくなった。多分あの辺なんですよね。おお、なんかちょっともやかかっていい感じですね。そんなことより、この道でいいのか。うわっ、どどど、ボッコボコやん。あ、景色いいけど、これ見たら転ぶ気がする。右斜め後ろ方向って言ったらどこだ、これか。ちょっとこんなちょっとボッコボッコしてるところ、そんなちょっとそんな操作させないで、これ向こうからの方がええんちゃうかい。よいしょ、あ、怖い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 。よしよし、これだから大丈夫。よいしょ、ああ、行った。ああ、着いた。マライアです。この辺で写真一枚撮っとこうかな。ああ、でもなんだろう、チンチンポっていうよりかはなんか仏様みたいな感じですね。くびれカリっていうか、おいで、あれは顎っぽいですね。お、誰かいる、こんな早い時間に。よいしょ、よいしょ、怖がらずにアクセルを開けろ。よし、はい、え、本当にこれ、ちょさっきみたいな、また農道みたいになってんだけど。てか攻めえぞこれ、大丈夫なのか。え、騙された、ヤフーカナビに騙された、また。ちょっとえ、これどっち、これどっち、これ左だな。お前こういうのをお前ナビしないといけないんちゃうん。うわー、ちょっと待って、大丈夫なのこれ。
ちょっとえらい機内で落ちてんだけど、やーべ、怖い、ガードレールないのがさらに怖い。これかな、あ、書いてある。七郎さん、家畜の神様。これじゃない。ヤフーナビ名やりやがったな。家畜の神様じゃありません。聖腰の神様です。ちくしょう。Google ナビに切り替えます。この辺、あ、なんか上り出てますね。よいしょ。あ、多分これだな。8つの神様、七老神。はい、ここですね。生えてる。大丈夫かな、これ。こっちはちょっと、キノコっぽいですね。ご神体様、すいません、まずは。こっちはでっかいなります。よく見たらこう、コメントしません。よいしょ。チンと叩いて参拝、生命を祈る、幸福を祈る、長寿を祈る七郎神社。チンと叩いてっていうことは、チンっていうのはこれですかね。叩いてみますか。パッカってチンってならんやんけ。ペチって言うたぞ。男岩と女岩、男岩が多分これですね。何をもって男岩かこれは分かんない。まあちょっとでかいですね。で、多分これが女岩ですね。割れ目があって水が出てるからなんでしょうかね。まあちょっと詳しくは各自調べてください。あ、でもここか。この清水寺本坊庭園に行く、あれなんだよな、行けんのかな。はい、清水寺本坊庭園入り口ですね。この本坊庭園まで途中にあるっていう話ですけどね。本坊庭園自体は9時にならないと開かないらしいんですけど、今8時半です。とりあえず行くだけ行ってみましょう。これだ。はい、ということでマラカンノンでした。ちょっとお坊様にお話を聞いてですね、まあこういうのはあんまりこう茶化したりとかすると良くないことが起こるぞという、お話を聞きました。まあちょっと以前なんかあったみたいです。なので、まあこういうツーリングはしておりますが、まあ比較的おとなしめに、しようかと思います。
間に合ったですね。やっぱりあれですね、鬼塚小佐漬観音、小宝観音ですか、前から気になっていたところではあるんです。あれあれお前、これあーやっちゃった。